はい、こんな感じで箱の中身を開けてみました。自動販売機すごい立派ですね。こんな感じでアンパンマンたちがぐらぐら揺れますね。ボタンと IC カードをタッチする部分もあります。はい、それでは早速ジュースの紹介からしていきたいと思います。これは麦茶、バイキンマンとドキンちゃんが書いてあります。おいしい麦茶、おいしそうですね。そしてこれはオレンジジュース、ジャムおじさんとチーズのオレンジジュース、あ、アンパンマンも書いてありましたね。そして最後はいちごミルク、あ、赤ちゃんマン、かわいいですね。メロンパンナちゃんもいます。あ、どれもおいしそうですね。では自動販売機の中にジュースを入れていきたいと思います。この上にプッシュボタンがついているのでここを押します。そうすると下の部分が開くので、よいしょ、あ、そうするとジュースを入れるところがついています。それではジュースを入れていきます。ジュースは横向きにして、それから1本ずつ入れていきます。あ、いちごミルク、同じ色のいちごミルクなのでピンクの同じ色の部分に入れていきます。そしてオレンジジュースはオレンジ色なので真ん中のオレンジの部分に入れていきます。よいしょ。そして最後はおいしい麦茶、麦茶は青色なので青色の部分が多いという意味ですね。青いところに入れていきます。はい、全部入れ終わりました。よいしょ。はい、これでジュースはセットし終わりました。したら、あ、ゴミ箱もついてますね。バイキンマンのゴミ箱です。ゴミ箱も横に置いておきます。そして IC カードもついてます。かわいいチーズのイラストです。ではかざすと、ありがとうございました。あ、アンパンマンの声ですね。ジュースを買ってみたいと思います。こんなかわいいお財布もついていますね。開けると中にコインがたくさん入っているので一つ取り出して、ではコインはここに入れます。よいしょ。入れるとジュースが買えるので、どれにしようかな。うーん、ではオレンジジュース。オレンジジュースが買えました。で、かわいい音楽が流れてます。やったやった、元気100倍アンパンマン。あ、アンパンマン、アンパンマンの楽しい声と音楽が流れますね。無事にオレンジジュースが買えました。ではアンパンマンどうぞ。あ、美味しかった。では飲んだ後はちゃんとゴミ箱に捨てます。あ、美味しかった。はい、次はではいちごミルクを買ってみたいと思います。じゃあお財布からお金を取り出して、よいしょ。ではコインを入れるところにお金を入れます。よし。で、いちごミルクのボタンを下に押すと、お、出てきましたね。いちごミルク。あー、おい
あ、今度はバイキンマンの声でしたね。では赤ちゃんマンどうぞ。いただきます。あ、おいしいでちゅ。ごちそうさまでした。じゃあ飲んだ後はちゃんとゴミ箱に捨てます。はい、おいしかった。ごちそうさま。では次は麦茶を買ってみたいと思います。はい、ではまたお財布かな。コインを取り出して、よいしょ、見えた。これは100円って書いてあります。では入れます。よいしょ。では麦茶のレバーを下に押すと、あ、麦茶が出てきました。よいしょ、バイキンマンの麦茶です。よいしょよいしょ。あ、出てる。やったやった、元気100倍アンパンマン。あ、アンパンマンの声でした。ではバイキンマンどうぞ。いただきます。くく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 。あー、美味しかった。お腹いっぱいだ。飲んだ後はちゃんとゴミ箱に捨てます。あー、美味しかった。よいしょ。コキンちゃんも何か飲もうかな。じゃあオレンジジュースにしようかな。じゃあお財布の中からよいしょ、お金を取り出して、よいしょ、コインのところに入れます。よいしょ。ではオレンジジュースのボタンを下に引くと、よいしょ、あ、オレンジジュースが出てきたね。ジャムおじさんとチーズとアンパンマンの絵が描いてあります。キンちゃんの声でした。はい、コキンちゃんどうぞ。ありがとう。ごく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 。あー、美味しかった。飲んだ後はちゃんとゴミ箱に捨てようね。よいしょ。あー、お腹いっぱい。よいしょ。で、この自動販売機にフリーレバーがついてるので、コインがなくてもレバーを横にするとジュースを買うことができちゃいます。どれにしようかな。じゃあいちごミルク、いちごミルクをほら買えました。コインがなくてもいちごミルクのジュースが買えました。アンパンマンのジュースちょうだい、デラックスの遊び方紹介でした。バイバーイ。